はい、よい風景でーす。ラソナスリーポータブル10曲ね。やるかー。さて、今日も残り少ない夏休みを精一杯込みで潰すぞ。今日できるみたいですね、この丸。土曜の夜、今日はあくまで切るから、この丸パスかな。散歩は誰かに任す。あなたに任すよ。うん、お前に好きだろ。タルタロスはいけないみたいだな。行かないけど、今日まで。話変わってないかな。夏休みは話題が少ないね。本当に。話題少ない。じゃあ、そっと出ちゃおう。一応、薬は言っておこうか。まあ、あと一週間弱あるんだよね。どうしようかな。やっておこうか。でも、カエルモンスって言うと、まあ、結果知れてるんですよね。あ、クイズゲームはいいよね。クイズゲームやろうか。はいはい、野良猫はいらないな。あ、メディカルパウダーとか必要かな。これ、ディアラマと同じぐらいの効果なんだね、きっとね。どうしようか。ディアラはね、使えるペルソナをそのうち作るんで、てかあともう少しで作るレベルになるんで、もうちょっとできるのかな。特に必要ないね。あんたうちに来てくれてるみたいなのがあんまり薬に頼りすぎるなよ。薬も過ぎれば毒となる。本当は500回にならないのが一番だ。あと薬の注意書きも侮るなよ。新しく使う薬のは必ず読んでおくことだ。そうなんだ。頭読んだことねえな。いや、ほんと。あと、取扱説明書だとかね、マニュアルだとかね、そういう類のもの一切読まないからね。コミュ、いい感じで進めてるんで、今日クイズゲームできるか、学力も上げてもらえたな。まあ、しばらくランク上がりそうにないんだけども、こういう活動をね、コツコツやっていかないとね。だって日曜日ですね。映画祭りか。映画祭りあと一週間もあんの？そっか、暇そうな寮の仲間がいたら誘ってみようか。じゃあ、誘ってみる？今日でも太陽とかできるんだね。コミュ。太陽コミュとかできるんですね。で、一箇所出ちゃうと、戻ってくると夜になっちゃうからな。誰誘えるんだろうな。犬は誘えないだろう。誘えるんだっけかな。誰誘えるんでしょうか。はいはい。宿題やってるんだね。人の掲示板とかでも、壁人間被害の話題が増えてきて、壊されたシャドウは4だ。何としても倒して、被害を止めないとね。あと4体か。意外と少ないよね。いつもの話といってはなんだか、例によって壁人間が増え始めてるな。そろそろ作戦を意識したパーティー強化を進めていった方がいいですね。この丸が新規加入したことで、バリエーションはさらに広がったんだからな。次はこの丸入れたいね。はいはい。いや、今日も暑いね。映画祭り。あれ、珍しいね。今の映画館の恒例行事。さっきみんなを誘ってみたんだけど、どうも乗る気じゃないようでね。今日のテーマなんて、胸弾むものなのにな。行ってみようか。私でよければ。もうレアキャラだもんね。行ってみよう。ほんとかい？あ、でも、うちの生徒と二人で映画だなんて、怒られちゃうかもしれないな。まあいいよね、夏休みだし。それじゃあ行こうか。もちろん君の分は出させてもらう。やった！くつきさんとデートじゃん。珍しいね。今日なんだろうね。今日は何でしょう。モダニズムの原点。いいね。いや、俺これ見たいって。見たい。さすがにこれみんなパスする内容かもしれないけどね。これは大変に貴重な機会だよ。なかなかこういったテーマでの映画を一挙公開なんてないからね。そうだよ。確かにそう。楽しんでもらえると期待してるよ。俺はこれ好きだよ、これ。月さん、知的でいいよね。寒いギャグさえなければ。はいはい。セリフや展開に哲学を感じる古い映画ばかりだ。
いいっすね。いやー、期待を裏切らない素晴らしい映画ばかりだと思う。特に原点の時だけあって女性映画まで出てるんだから驚いたよ。あのモダニズムっていうとやっぱりあの、まあ、その頃の映画になりますわな。どうしても時代的に言うと、まあどんなにあのやっぱり1930年代とかなるかな。モダニズムっていうと駅でのやり取りは興味深かった。あれは西洋文学の影響が一目に。月は一人で話し続けて、あれどうしたんだい、黙っちゃって高校生が見る内容じゃないよな。でもなちょっと大学生向けだね、これ。君にはちょっと難しい映画だった。つまり、モダニズムだけに、もうダニーもうダニーって。え、なんだろ、それ。どうしよう。だって。お帰りなさいです。ただいま。一つ質問したいであります。夏の間、学校というのは、どうしてお休みなのですか？暑いからだな。なるほど。で、来月には再び学校が始まるのでありますね。なるほどな。いや、しかし9月も暑いけどね。暑いから夏休みになってるんだけど、だったら9月も休みにならなくちゃいけないよな。地球温暖化だって言うからさ。本当に不尽だよな。社会人になると暑かろうが寒かろうがやるんだけどさ、仕事は。はい、日曜日込みできるんだな。これまでね、これよくメモっとこう、後で。じゃあ話を聞こうか。いやー、今日の映画は楽しかったね。本当に行ってよかったよ。という話をみんなにしているんだが、誰も聞いてくれないんだよね。若い子はモダニズムとか知らないのかな。ジェネレーションギャップを感じるよ。オタクだってモダニズムの時代に生きてたわけじゃないから、まあ、今はモダニズムとか言って絶対流行ないからね。古臭いもんだからな。バネに言うとさ。はいはい。いつものツイッター、話変わんないね。このまま放っておくとして、どうとも行く？日曜の夜のコミは10日。はいはい。怒りが一緒に来てくれそうだった。どうしようか。たまには一緒に行ってみるか？実際無駄になっちゃうんだけどな。一緒に行くと。あ、だけどこれはちょっと待った。散歩一緒に行くっていうことは、コミじゃないのかな、これって。一緒に行くときは、コミじゃないのかな。一緒に行ってみようか、どうなるかわからないから。どうなるんだろう。この丸の、あの、散歩とコミ活動ってまた別なのかな。はい。夏の夜の空気っていいよね。そこに、おじいさんに。あれあれあの、ねえ、文吉じいさん、あの、外出てるなんて珍しいね。知りこれまたべっぴんさんじゃな。わしがあと10歳若ければ。お嬢さんがこんな夜道を出らくとは、今年の悪じゃん。わしも若い頃は、ブイブイ悔しいと思うんじゃった。これ珍しいツーショットだよ、これ。その時のわしから足を見たら、お嬢さん方はきっとほの字になるぜ。しばらく立ち話をして。そっか。まあ、コミポイント稼いだしな。まあ、よしとするか。じいさん、またね。おまろうつや、料理に戻るとした。コミ活動じゃなかったんだな。そっか、散歩に行くっていうと、本当に散歩に行ってコミやらないってこともあるかな。映画祭り？また行く？どうしよっか。学力上がるんだったら行きたいけどね。あら？一方その頃。岩戸台駅。今商店。ラーメン屋さんだね。てめえのしつこさに呆れんぜ。何度でも来るさ。俺は諦めが悪いんだ。何度来ようが同じだ。戻る気はねえ。実は、面白い仲間が見つかってな。動物がペルソナを使う。あ、今なんつった。半年くらい前にシャドウ絡みで主人を亡くした犬だ。こいつがまた中堅でな。俺たちのところに来るまで原因の事故が起きた場所にずっと居座ってた。辛い思い出のある場所にわざわざな。
頑張って。近隣の店から天田が出てくる。真田さんがいる。誰と話してるんだろう。声かけちゃダメそうだな。一昨年の10月、俺たちの前でやはり一人の人が死んだ。あれからもう2年になるな。あの事件のこと、いつまで引きずっている気だ。駅前裏のたまりが誰と親しいわけでもないのに、いつもいるのはそのせいだろ。関係ねえ。あれは俺がやったんだ。一度起きたことは消えねえ。てめえ勝手なけじめをつけたからって、そんなことでどうなる。何が戻る。ミキのはお前の妹の時とは違うんだ。信じ。終わったんだよ。思い出したくもねえ。もう二度とな。2年前って、そんな名前、シンジって言ったな。はいはい、まあなんかあるみたいだが、まあユミコには関係ないか。ラウンジ、映画どうしようか。誰と行くかにもよるよな。ポイント的には、ね、誰ですかね。今日も暑いね。今日も一人で努力してようかな。はいはい、映画祭りか。ちょっとまた、竹馬か。竹馬と映画行かないけど、だってさ、学力上げたいんですよ。ペルソナの武田さんです。学力かけたいんだよね。竹馬と見る映画って絶対学力じゃないよな。魅力とかになるからな。学力上がりそうだったら誰かと一緒に行こうと思います。集合時間12分か。じゃあ今日外出ちゃうか。月曜日だから。月曜日だからっていうか、あ、そっか、もう刑事じゃないのか。あ、そっか。ちょっと待った。そうかそうか。そうかそうか。そうだ、検視じゃないから月曜日込みないんだ。法王も月曜はできなかったからね。確か月曜日休みだったな。書いてない。確か、手元のメモによると、月曜日は法王込み休みなんで、そうだ、検視は休みだな。だから検視はもう終わっちゃったんだな。よし、じゃあ部屋で勉強しよっか。それが一番いいかな。休日勉強すると、いい効果。夜勉強するよりも、効果高かった気がする。じゃあ、勉強しましょうか。珍しいね。じゃあ、映画でも行けばよかったかな。時間はたっぷりある。まだまだ解けそうな気がする。映画祭りね。ほんと誰と行こうかな。行けるときに声かけるっていうのがいいと思うんだけど。あ、でも、大込みやるってのがいいよね。はい。ゆうこさん、私今大忙しであります。夏休みはのんびりするもの。そう聞いたので力の限りのんびりしてるんだ。アイクスは真剣だ。そっておく。そっとしておくことにした。真剣ですね。なんか直立不動で立ってるけど。え、行けんの？そっか。行ってみるか。行ってみよう。気乗りしない？あ、そうか。あ、そうか。そういうこと、そういうことか。誘わないと誘うとか誘わないとかできるんだな。あー、そうか、そうか。今日こそバッチリ宿題しようって始めたけど、部屋が暑くて逃げ出してきちゃった。はいはい。部の友達とノート見せ合う約束しててさ。マジやんなきゃ。いけないんだ。マジやんなきゃいけないんだけど、それないか。そういえば、アマダのやつ、ちっと元気がないような気が。さては、生意気に夏バテったか。しょうがねえな。子供は子供らしく、犬と岩かけ回れっての言わねえけど。そういうわけで、俺も遊び回ってこよっと。忙しい？そっか。
これなんていうもんない、これ集計でいいのかな、提出レポートを書かなきゃいけないのかな、何をどういう言い方で報告するか難しいな、難しそうか、あれ映画するのオタクか、ああ、知らない、暇そうだな、まあ今日は俺も他人のことは言えん、暇なんか、実はトレーニングのメニューを組み直したいのが暑さが暑さで本気がな、そっか、じゃあ誘うか、なんで暇そうだな、宿題は大丈夫なのか、まあすまん、お前は順平とは違う、昨日勉強したしね、はいはい、映画祭りね、今日何でしょうね、できれば学力、格闘奥義大全、これ学力かな、それとも勇気かな、勇気だなこれ多分な、なんだか暑苦しそうなラインナップだ、行こうか、真田さん的にはこれ好きなんじゃない、倒されても倒されても立ち上がる不屈の闘志もな、やつは学力上がったぞラッキー、あんな技があるとは、手が発火していたぞ、そしてあのジャンプ力、まるで上から吊るされているような身軽な動作、なるほど、ワイヤーアクションと呼ばれるのを裏付けるな、あらさん普段映画とか見ないんだね、だから見た感じ特別なトレーニングをしている感じじゃなかった、やはりそこは見せないんだな、俺の修練が足りんよし、カエルのモノレールは空気キスだ、あなた一緒に料理変えることにした、ただいまー、うん、ちょっと暑いね、夏バレとかしないようにどうか気をつけてくださいね、はいはい、17分ですね、最近20分超えるとか多いからな、今回はこれ切りますかね、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。